新民主主義は、毛沢東が、その著作で提唱した、社会体制。1945年から1952年頃までは、中国共産党の路線でもあった。1940年頃に、毛沢東が、その著作で、従来の民主主義と対照的に提唱したものであり、中国革命と、中国共産党、新民主主義論などで述べられている。 その中で中国革命は2段階を経るとし、第1段階はブルジョア民主主義革命、第2段階はプロレタリア社会主義革命とした。そして中国革命の第1段階のブルジョア民主主義革命の形態は、従来の民主主義革命ではなく、中国に特徴的な新しい型の民主主義革命であり、これを新民主主義革命と呼んだ。 従来の民主主義革命では成功すると、その経済体制は資本主義社会へと進むが、新型の民主主義革命は資本主義社会を経ずに社会主義革命に移行するとした。この第一段階の新民主主義革命が成功して迎える社会は社会主義社会ではなく、新民主主義社会であるとした。この新民主主義社会は、 旧中国社会と社会主義社会の間の中間の社会であるとした。けの、この考え方は、1945年、中国共産党第7回大会で、毛沢東が行った、政治報告、連合政府論でも提起され、中国共産党の路線となった。その概念は、新生中国の暫定憲法とみなされる1949年決定の、 政治協商会議共同綱領にも明記された。しかし、1952年9月の共産党中央初期局会議で第一次五カ年計画期から過渡期政策を実施することが決定され、さらに1953年6月に共産党政治局会議で過渡期の総路線が確定されると中国の政治執行部の間で新民主主義社会という概念は無賛した。 そして現在の中国は社会主義社会の過渡期であるとして、プロレタリアート独裁に向けた政策が実行されるようになる。過渡期の総路線定期時には、この過渡期は10年から15年続くとされたが、毛沢東が1955年に社会主義化を早める定期をすると、1年後の1956年には社会主義化完成が宣言された。この過程で、 私有企業を公私合営化し、事務所から没収して農民に配分した土地を農業集団化によって、再び農民から取り上げ公有化するなどの社会主義化が急速に行われた。以後、新民主主義社会は中国において封印された言葉となった。建国からの暫定憲法であった政治協商会議共同綱領では中国は新民主主義すなわち、 人民民主主義の国家であると規定していた。次の1954年制定の54年憲法では、中国は労働社会級の指導する、労働同盟を基礎とした、人民民主国家であるとして、新民主主義の一語が削除されたものの、人民民主主義の否定は行われなかった。ただし、序文で、社会主義社会の過渡期という語が登場し、中国の社会主義国家は、 国家の義務であるとした。さらに、文化大革命期間中の1975年に制定された75年憲法では、中国はプロレタリア階級独裁の社会主義国家であると明確に人民民主主義を否定することとなる。ここで、中国共産党は全中国人民の指導的中核であるとして、初めて憲法本文条文に、 党のの指導性が明記された現憲法の82年憲法法年では中国は人民民主独裁の社会主義国家であるとして、再び人民民主主義を掲げることとなった。そして、序文には、四つの基本原則が掲げられ、中国の各民族、人民は、引き続き、中国共産党の指導したマルクスレーニン主義と、もう東思想の導きのもと、 人民民主独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、我が国を高度の文明と高度の民主を持った社会主義国に作り上げると中国共産党の指導的役割を明示している。毛沢東は当初こそ新民主主義論を展開して初階級の連合した人民民主制を構想していたが、1953年頃に短期間での大幅な成長を目指し、 階級闘争を伴う急激な社会主義革命を図るようになる。この時期を境に緩やかな革命から急激な革命へと転換がなされ、その後の憲法除分に新民主主義という言葉が残されはしたものの、すでに中国では有名無実になっていたと言える。ありがとうございます。